サッカー東ドイツ代表。サッカー東ドイツ代表内氏は、サッカードイツ民主共和国代表、フスボールナッショナルマンシャフトデア DDR は、東ドイツサッカー協会により編成されたサッカーのナショナルチームである。ドイツ民主共和国、東ドイツの消滅により現在は編成されていない。チームカラーは、青のシャツに、白のパンツ。 1990年のドイツ再統一に際して東ドイツが西ドイツに対して吸収されたことから西ドイツ代表の記録がドイツ代表に継続されているのに対して東ドイツ代表の記録はこれと別個に記述されることが一般的である最大得点差での勝利は1964年1月12日にセイロン当時のコロンボで行われたセイロン代表との フレンドリーマッチで12から1で勝利している。一方最大得点差での敗北は、東ドイツのファーストゲームとなった1952年のポーランド戦をはじめとして、1964年のガーナ戦、1969年のイタリア戦、1973年のベルギー戦、74年のスコットランド戦、1978年のオランダ戦、 1979年のハンガリー戦、1985年のウルグアイ戦、1986年のブラジル戦、1989年のソビエト戦、オーストリア戦、1990年のフランス戦でゼロ、の3で敗北。12回また、57年のウェールズ戦、チェコスロバキア戦、85年のデンマーク戦では1の4で敗北した。3回。 東ドイツ最初のゲームは1952年9月21日にポーランドのワルシャワで行われたポーランド代表との試合で気出の通り0から3で敗北している。東ドイツ最後の試合は1990年9月12日にベルギーのブリュッセルで行われたベルギー代表との試合であった。この時点ですでに10月3日のドイツ再統一まで1ヶ月を切っていた。 この試合は東ドイツにとって283回目の国際試合であった。ベルリンの壁崩壊の原因にもなった東ドイツの旅行規制はすでに撤廃されていたため、アウェー戦ながらこの試合には多くの東ドイツサポーターが駆けつけた。東ドイツはワールドカップ、欧州選手権といったメジャータイトルでは地獄を集めるような大きな成果を残したとは言い難い。 一方の西ドイツはこれらの大会でしばしばタイトルを獲得しているのでこの際は一層顕著である。1974年のワールドカップ西ドイツ大会での2次リーグ進出がワールドカップでの東ドイツ唯一にして最高の成績である。この大会では西ドイツと最初で最後の対戦が実施された。この試合は一時リーグ最終戦会場は ハンブルクのフォルクスパーク・スタディオンであった。事前に両国の間ではワールドカップでベルリンのオリンピア・スタディオンを開催地に入れるかどうかで大きな論争になっていた。このため組み合わせ抽選会場ではこの両国が同じ組に入ることが決まった瞬間大きなどよめきが起こったと言われる。またこの抽選の結果東ドイツが開催に反対していたベルリンでも 一理戦が実施されることになった。東西ドイツの対戦については、下馬評では圧倒的に西ドイツ有利と思われていたが、東ドイツが1の0で勝つという大番狂わせを演じた。この勝利で東ドイツは1次リーグを1位で突破し、2次リーグに進出した。ワールドカップや欧州選手権では振るわなかった、東ドイツもオリンピックではしばしば大きな成果を残すことができた。 これは東側諸国のステートアマの制度がオリンピックのアマチュのア益に合致していたためで他の東側諸国の例に東ドイツも漏れない。1964年の東京オリンピックでは西ドイツとの連合チームとして銅メダルを獲得した。2大会後のミュンヘンオリンピックでは東ドイツ単独でソビート連邦と銅メダルを分け合った。 1976年のモントリオールオリンピックでは、決勝でポーランドを3-1で破り金メダルを獲得した。1980年のモスクワオリンピックでも、決勝戦まで進出したが、チェコスロバキアに0-1で破れて、銀メダルに終わった。下記は、東ドイツ代表の歴代出場試合数のリストである。ここでは、ドイツサッカー連盟の公式サイトに記載された数字を、 記述するが、この記録には、国際サッカー連盟の公式記からは除外されている。オリンピックでの10試合が含まれている。なお、FIFA による記録は過去内に記述されている。下記は、東ドイツ代表の歴代得点記録のリストである。ここでは、ドイツサッカー連盟の公式サイトに記載された数字を記述するが、この記録には、国際サッカー連盟の公式記録らは除外されている。 オリンピックでの10試合が含まれている。なお、フィ f a による記録は過去内に記述されている。1990年のドイツ再統一以降に、東ドイツ代表と統一ドイツ代表の双方で、プレーをした選手を記述する。ここでは、ドイツサッカー連盟の公式サイトに記載された数字を記述する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。